最終的に、えー、私、丸山穂高が、えー、NHK から、えー、国民を守る党に入党して、一緒に、えー、共闘をしていくということに、えー、なりました選挙前から、えー、丸山先生にはあ僕の方から宗派を、ラブコールをしておりましたので、えーまあ、念願かなったというか。丸山議員は NHK から国民を守る党の立花代表と会談し、入党要請を受け入れる考えを表明しました。NHK に受信料を支払った人だけが視聴できるとするスクランブル放送の実現に向けた一点で共闘し、その他の政策については、それぞれの判断で行動するということです。丸山議員は今日、自身のツイッターで、 NHK に不満よな丸山動きますなどと投稿し入党へ前向きな姿勢を見せていました。